すぐはカルオのお暇なら映画でも。ねえねえ、君アクション映画好きだよね。まあ別に嫌いじゃないけど、どうしたの急に。トラバースって知ってる？知らない。何の話？若手のお笑い芸人？違うよ。これなんだけど、実はアクション映画界隈ではちょっとした話題になっている映画なんだ。一昨年公開されたんだけど、ほらコロナで上映中止になっちゃって、それ以来埋もれちゃってるんだよ。面白いの？とにかくアクションが本物なんだよね。本物？ノンワイヤー、ノン CG、ノン早送り、昭和の生アクションの雰囲気を醸し出している映画なんだ。世代的にはジャッキーよりもブルース・リーに近い感じだね。しかもこの主演の為貝淳さんは、自分で空手道航空会という道場を主催している本物の空手家さんで、かつてはあのジャックに所属していたアクション俳優でもあるんだ。あー、あの千葉真一とか真田広之とかの。そうそうそう、もうずいぶん前のことになるんだけどね。でジャックで主演映画が決まりかけていたんだけど、なんかうまいこといかずにその話は流れちゃったっていう、まあ残念な人が為貝さんなんだよね。で時が流れて、ついに主演映画が完成したのに、今度はコロナで。はぁ、つくづく残念な人だね。さっきも言ったけど、この映画はアクション界隈では話題になっていて、結構な重鎮とかにも高評価されていたりするんだよ。でこの監督の岡田裕樹さんは、なんとジャッキー・チェンの映画大複製の日本ロケの助監督もしている人なんだよ。カメラマンの井本さんは、あのウルトラマンで有名な円谷プロで撮っていた経験もあるし、賞もいくつかもらっている業界では知る人ぞ知る人なんだよね。すごいね、実力派揃いだ。じゃあアクションはお手の物だね。でどんな話なの？愛する妻を殺したサソリという中国マフィアに、マナ娘を守りながらも戦いを挑む完全懲悪のお話だ。ストーリーは一般的にありがちなお決まりのストーリーだけど、見どころはそこじゃない。やっぱりリアルな戦いのアクションシーンが光ってるんだよ。そんなにすごいの？近年では見られなくなったノンワイヤー、ノン CG の戦いの迫力は、本物の空手家じゃないとなかなか表現できない迫力なんだと思うよ。ほら見て、為貝さんの空手家らしい本物の戦いは迫力があるでしょ。まあ紙芝居だから、まあよくはわからないけど、すごい迫力だよね。まるでブルース・リーの映画を彷彿させるよね。そう、あの頃の懐かしいカンフーアクション映画の再現なんだ。岡田監督も昔のリアルバトルと日本のチャンバラの匂いをこの令和の時代に再現したくてこの映画を作ったらしい。じゃああの時代のアクション映画に夢中になってたおじさんたちにはもうたまらない映画なんだね。そうなんだよ。それとほら見て、主演の為貝さんって本物の空手家だから、あらゆる武器も駆使して戦うんだ。空手家なのに武器使うの？空手というと素手で戦うというイメージが強いけど、ほらブルース・リーだっていざという時はヌンチャクとか使うでしょ。あーなるほど。この映画で出てくる様々な武器は実際の空手家が使う武器だし、そこの戦いもすごく迫力満点だよね。じゃあそういうところも見どころの一つだね。そういうことなんだよ。そっか、そういうことか。でストーリーは？あのさ、ストーリーの詳しい話いる？そりゃいるでしょ、映画なんだから。分かってないな。この映画はとにかく実際のアクションを見ればいいんだよ。でもまあ親子の絆とか、自分を超えるんだっていうメッセージ性が含まれているお話だよ。トラバースっていうのは乗り越えるっていう意味だからね。なるほど。ほら見て、刀に対して素手で立ち向かっている。危険だよね。これもそのままだからね、本当に戦っているんだよ。でこの映画は現在ネット配信で見ることができるんだ。アマプラ会員とか U-NEXT 会員なら無料で今すぐに見れるよ。それ以外にも様々な方法でこの映画を見ることができるから、画面をチェックしてね。ちょっとなんかフラフラしだしたけど。奥義だよ。為貝さんの空手はこういう構えをする流派なんだって。でドイツのハンブルク日本映画祭では招待作品として出品されたんだけど、予告映像の再生回数はダントツ1位だったんだってさ。それはすごいね。向こうの人はチャンバラっぽいのとかカンフーみたいの好きだもんね。ヒロインのレンちゃんも可愛いしね。でここからがクライマックス、最後の戦いになるんだけど。ん？え？何ですか？主演の為貝淳さんからのメッセージ？今ここで流すんですか？ああ。ちょっと待って、ご本人登場？ちょっと君ぶっ飛ばされないようにおとなしくしておこう。皆さんこんにちは。映画トラバース主人公の高梨純役を務めました為貝淳です。
映画トラバース、今流行りのアクション映画で流行りの CG とかワイヤーとかは一切使わずに、アクション映画の原点回帰ということをテーマに、監督の岡田裕樹監督をはじめ、アクション監督のハグゼンアクション監督、そしてキャスト、スタッフみんなで命を削るような思いをして、アクションの原点に回帰しよう、原点に戻って、アクションの熱を、いわばですね、昭和の時代のアクション映画を現代に蘇らせようと、そういうコンセプトで生まれた映画です。アクション映画だといってですね、ただアクションを見せるためのアクションではなくてですね、そこに戦う理由というのがきちんと全体を通して皆さんの胸に伝わるような映画になっています。映画トラバース、実は自分もアクション映画の原点の頃にアクション映画にね、すごく惹かれた世代です。50代の方々、40代の方々、昭和のアクション映画に強烈に熱を持っていた方々、ぜひそういう方々にこの映画トラバース見ていただきたいと思います。古き良きという言葉がありますけどね、そういう時代の熱を現代に蘇らせたアクション映画とも言えると思いますので、ぜひ、もちろん若い方々もね、見ていただくのはですけども、もう今申し上げた通り昭和のねアクション映画って熱かったんですよ。そういうアクション映画トラバース、ぜひ皆さん応援よろしくお願いします。